無理ではないか。は？なんで？この前教えただろ、ルカ子は正真正銘の男だと。え？あ、ぬ、最悪ね、あんた。女の子に向かって男呼ばわりなんて。そういうこと言うのマヨシー好きじゃないな。さすがにまずくね。ちょっと待って、なぜ泣いている。謝りなさい、今すぐ漆原さんに。いや謝るも何も俺は真実しか。いいんです、僕岡部さんにそういう風に見られていたんですね。いやルカ子、お前は男だろ。いつまで続ける気？僕帰ります。待て、俺を担ぐのはよせ。お前は正真正銘の男だ。なぜならここに。ないぞ。岡部さん、やめてく。ルカ子、お前女なのか？最初からそう言っとるだろうが。